皆さんこんにちは、ヤクンです。ということで今日はですね、競技場に行きますよ。競技場、おー久しぶり、楽しみ。今日はね、埼玉でも有名な鴻巣陸上競技場で練習をねしていきたいなと思います。埼玉で唯一ね、もうめちゃくちゃ有名な競技場なんで、ここで今日はねピシピシッとね、今日はねちょっと何やるかっていうと、100メートルのタイムトライアル、300メートルのタイムトライアルとやりたいなと思っております。今の現状どんぐらいで走れて知りたいなっていう思うので、一発試合も全然なくて、まあ怪我もしてて、まあ全然練習ができていない中なので、まあ記録とかはあんま期待してないですけれども、まあ今の現状が実際どのような動きができているのかとか、実際どういうのが何が足りないのかとか知るチャンス、機会だと思うんで、今日は一発ねぶちかましていきたいなと思います。それではこの競技場着いたんで行ってきます。ほら来た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 、やってきた、やってきましたよ。懐かしい、この競技場。この前はね、利用外で使えなかったんで、もうめちゃくちゃ久々ですよ。さあ準備しますかね。はい、ということでね、アップしてたんですけど、走るの遅いわ。うん、もうね、すぐ分かった。あ、重い。どんくせえ。ワードしか出てこなかったです。どんくさい中で、今一体どのくらいで走れるんでしょうね。12秒かかっちゃいそうな気がするな。12秒かかったらやばいな。マジで。やばい。これから100メートル行きます。100メートルはスタンディングスタート。行きます。ということでね、お疲れ様でした。今 100m 走って、カメラ見ながら動き出しでストップウォッチでね測ったんですけどまさかですよ。まあ動き出しで、しかもスタンディングなんで 0.45 くらい遅くなるかな。まあでもね、11秒36、動き出しスタンディングで悪い目を凝らしてね見たんで、間違ってるかもしれないですけど、だいたい11秒3から4から2からぐらいです。まあ自分の感覚的に鈍いなと思ったんですけど、まあ動画見ても鈍いですけど走れはね、僕が想像してたより悪くはなかったなという感じです。こっからですね、こっからどのような練習をしてどう走りを変えていくかっていうところがキーになってくると思うんで、頑張っていきたいと思います。次300。体の中に栄養がないんで、カロリーメイトを食べたいと思います。カロリーメイトっていうのはね、これ単体でだけでね食べるのもちろんうまいんですけど、こいつがあるともっとうまいです。これを食べた後に、うまっ。Yeah.
おぜータイム37秒46です。前半出せなかったな、全然スピード乗んない、前半スピード乗せらんなかった、くそ、ケツが痛い、もう筋肉痛、早いな、ケツ張りか、ちょっと体力面もないですね、トータル足りないってことですね、スピードもないし持久力もないし、ちょっと休憩します。はい、ということでね、 100m、300m を走りました。もともと三段跳びもやる予定だったんですけれども、ちょっとできませんね、これじゃあここまでにして補強で立ち幅とか立ち3入れて終わりたいなと思います。はい、ということでね、これからプロテインで乾杯してね、今日の動画は終わりたいと思います。乾杯ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしく。バイバイ。あー、うまっ。